はい、今日はですね、千葉県の市原市にある、キャンプ場に向かってます。今ね、外気温が、車の温度計で35度ですね。で、日差しがね、暑いっていうか痛い、とにかく暑いです。なんか梅雨入りしたって言ったら、なかなかね、雨降らなくてこの状態です。今日はね、ポータブル電源とソーラーパネルちょっと持ってきたんで、ちょっとね、それでね、キャンプを楽しんでみようかなというふうに思ってます。すごい緑綺麗。めっちゃ綺麗ですね。いや、違う、キャンプですね。あ、キャンプ、そして手前の方の駐車場。はい、どうも。今日イベントやってるんだね。めっちゃ人いると思ってびっくりしちゃった。よいしょ。はい、着きました。ガストロポッド入ります。 Days without water along the sun's old road We cross over bordersGet where we are, and it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you.設営完了ですね。ちょっと暑くて、途中で慣れちゃって、もうこれでやめました。いつもよりね、ちょっと、少ないかな、出してるもんは。ワンポールの時はニュートラルアウトドアのね、テーブルが結構お気に入りなんで、最近これ出してますね。あとはいつも通りの、これから夏シーズンっていうかね、秋にかけてこのパターンが、私の定番ですね。ヘリノックスのコットに、バンドックのマットを敷いて、でモンベルのダウンファミリーパックの3番、これでね、秋まで行っちゃってます。もう夏はね、かけないでね、そのままでしてるパターン多いですね。あとは、いつものね、チャムスのね、廃盤のテーブル。このテーブルはね、本当にね、なんで廃盤にしちゃったのかな、すごいね、コメントとかもいただいて、これ何ですか何ですかみたいな感じのね。この赤いね、足がすごいいいんだよね。バンブーのね、木目っていうの、木の質がすごいね、気に入って使ってます。で、クーラーボックスはイエティの24ですね。ローディ24。あとは、ラーテルワークスの拡張と、ラーテルワークスのテーブルと、ダルトンをいつも通りに置いてますね。食材関連と、こっちギアとか、あとライトとかね、電装系をね、左側には入れますね。ボディなんで、ゴムのシールがあるんでね、湿気にもね、ほこりにもね、すごいいいんで、ダルトンもね、すごい気に入って使ってますね。
昔のねこのタイプのねロゴがない方が好きなんですけどね、今このロゴがあるタイプに変わっちゃいましたからね。あとはメモリーオイルランタン、まだつけてないですよこれ。かわいいっすよねこれね。これはねちょっとねストームだっけなとこのクラシックを買うのをすごい迷って、今ね本当にストームが本当に欲しい。うん、これってほら普通のねランタンがねオールランタンがちっこくなったタイプなんで、やっぱり違うものをね買えばよかったかなっていうふうにね今思ってますね。一応ねホヤを変えてます。これもね、サーズウィンドのランタンですね。ホヤを変えてますね。確か同じタイプかなこれな。うん、アンバーかなんかね。あとは、最近定番の羽号機の、扇風機ですね。これすごい本当に便利で、 LED もついてるしね、あと虫除けの効果もあるし、なかなかいいですよね。こんな感じになります。基本的なね機能面をね説明しますと、まずこれが車用の使えるシガーライターです。それから 100V の電源が2個、2個ついては十分ですよね。それと USB-C が2箇所、 USB-A が2ポートですね。でライト、はい、
一応これが、600ワットなんで、これは使える範囲のね、電化製品になりますかね。ただ600なんで、単純計算で299ワットアワーだから、20分ぐらい25分ぐらいですかね。ちょっと計算ができませんなんでコンロは単体で使うとすぐなくなっちゃいますね。ただソーラーパネルとかね、持参してる場合はそれをつなぎながらね、追い充電、マシマシっておかしいなできるんで、これも一応ね、ありかなというふうに思いますね。ちょっとこれでどのぐらいね、電力がね、消費するのかっていうのをやってみたいと思うんですけど、今ね、100% なんで、この 100% からね、どのぐらいね、調理で減るのかっていうのをやってみたいと思いますんで、お楽しみください。お楽しみくださいっておかしいな。はい。639かな。あ、25分だ、やっぱり。うん。25分しか使えないんだよね。一応ね、この段階までで、56% ですね。半分近く減ってますね。では蓋をしてちょっと待ちます。お、いい感じですね。じゃあですね、卵を入れます。チーズを入れていきます。ちょっとニンニク使えたか。好みかな。結構180度、190度で使ってるから、短いですよね。はい。はい。ということで、出来上がりになります。パセリ振って、はい、出来上がりです。切りますか。はい、こんな感じですね。で、切れた。美味しくできたんですけど切れちゃいました。はい、これね、いいところはこれ1枚でね、全部完結して全部できちゃうっていうかね、付属品含んでるんで、あとはね、つなげるだけっていうね、すごいね、優れもののね、ソーラーパネルです。なんで、キャンプとかね、あと、防災にいいかな、に1個持てた方が、すごいいいと思う。こういう感じ。んで、ここのね、ジッパーを開けると、
ケーブルがね、こういう感じで収納されてるんで、これをただここにつなぐだけと。いいよ。はい、つなげました。どうなったかな。ではですね、シガー用の、電源からどのぐらいでね、充電できるのか。今ね、36% ですね。ちょっと入れますね。で、ソーラーと同じ場所ですね。よっ、おい。19、28。おお。ETC カードを確認しました。あ、車は107W、あ、113。うん、113ですね。だいたい2時間ぐらいで充電完了するんですかね。うん。現在 36% から、113W インプットで約ね2時間ぐらい。ちょっとこれでやってみます。およそ 200m 先右方向です。はい、とりあえずですね、温泉行ったり買い物したりとかね、あとブラブラして1時間半行ってないかな、してましたら、一応ね 99% で、止まったのかな、満タンになったようです。なんで2時間ぐらいあればね、満充電になるのかな。シガーの充電用は一つ持ってた方がね、すごい便利ですね。はい、今5時、半ですかね。で、ちょっとね、夕方のこの日陰かな。日差しだと一応 20W インプットになりますね。夕方になりましたね。テントってね、結構使っていくうちに欠点とかも出てくるんですけど、このガストロポットっていうテントは、逆にね、いい面がね、次から次とね、発見できる、そんなテントですね。例えばね、このキャノピーというか扉のね、巻き上げのこの2箇所、これキャノピーした時に、こうしてね、ランタンのね、フックになるんですけどね。こうやって2箇所あるんですけども、これ非常に便利で、夜なんかね、本当に、ね、今シーズンキャノピー立てること多いんで、ここにね、ランタンを引っ掛けるとかね、扇風機をかけるとかね、まあ軽いやつに限定になっちゃいますけどね、非常に便利だなってね、思いました。いいテントだよね。意外にね、今日日中43度ぐらいまで上がったんですけど、まあ温度計上ね、実際のね、気象庁の発表はわかりませんけども、多分40度近いぐらいの数字だったんじゃないかなっていうふうには思いますね。今も5時、半か、なんですけど、今外気温 33.5 度で、幕内 31.5 度。で、日中が暑かったから 31.5 度って本当に暑いですけども、そんなにね、暑い感じはしませんね。逆に心地よいぐらい、うん、なんか人間って不思議でいるもんですよね。そのね、環境のね、温度差に慣れちゃうと本当怖いですね。トップの先端にある輪っか、
あれはあれかな、あれかなって、タープをね連結するためのものかな。だよね、便利だね。あのよくあるタープアダプター、あの必要ないんで、これは便利だよね。うん、後からね気づくのよ本当に。うん、ちょっと張りが足んないかな。うん、ほら、あ、曲がった曲がった、こった、よいしょ。キャノピー上げてっか、ちょっと引っ張りすぎたかな。ほら、こっちもね、多分キャノピー上げてるからちょっとまずいよね、あんまテンションかけちゃうと。うん、このぐらいにしとこうか。すいません、生活感ある洗濯も干します。いいね、もうダメだね、6時だから日が出てないもん。ほら、ブルーモーメントなのかな。こんな感じです。だいぶ涼しくなりましたね。今ね、見えるかな、25度、 25.3 度ですね。すごいね、温度差が激しいですね。梅雨らしくないし、空梅雨、飛行機がよく飛んでるな今日は。はい、何日間かね使ってみた中で感じてるのは、ファンの音がね結構ね気にならないレベルというふうにね、すごい、そこがね一番感じてるとこかな。あとは、形がすごい、この丸みがある、ソフト感のある丸み、結構ポータブル電源ってね、いろんなメーカーから出てますけど、ちょっとごっついような感じのものが多いじゃないですか。これはね、そういうねちょっとイメージ、まあ色もあるんでしょうけどね、サイトの雰囲気に合うポータブル電源だなっていうふうに、感じてます。容量的にね 299Wh って言ったら、大容量のねポタデに比べは全然少ないんですけどね。あとは調理の方やってみましたけども、あんな感じでね本当に短時間のね容量がねだいぶ減ってしまうんで、調理をねメインにするんじゃなくて、使い方としてはやっぱり、ガジェット系の充電とか iPhone とかね、カメラの充電とか、私はね結構カメラの充電とかね、携帯の充電とか、そういったものがほとんど主なんですけどね。ございます。ただいまの時刻、5時39分かな。はい。昨日ね、扇風機がもう切れちゃったんで、ずっと接続して朝までずっと回してました。で、約ね 30% かなっていう感じになってますね。昨日すごい暑くて、夜もねやっぱり寝苦しい状態だったんで。扇風機なかったらちょっときつかったかな。ポータブル電源あってよかったなってすごい思いますね。普通のちっちゃいポケットタイプの充電器じゃね、
この扇風機も充電できないと思ったんで、あってよかったなって本当に今回ね、つくづく思いました。このぐらいのサイズがちょうどいいのかな、キャンプには。昨日ね、やっぱり温度差の関係ですかね、膜がね、もう結露はやっぱりしてますよね。で、結構染みちゃってて、撥水が効いてない感じのね、生地感ですかね。なんで、膜自体がすごい重いのか、ポールがちょっと傾いてちゃって、まあこれね、フロントをこうやって開けててね、ガイロープの緩みかな、風はなかったけどね、なんですごい傾いちゃってる感じ。生地もね、すっごいもうしっとりしちゃって、重みがあるのわかるんですよ。こういう感じでね、これなんかほらこうなっちゃってるからだいぶ寝ちゃってますよね。昨日のね、11時から、今日の、ね、朝の8時までずっとね、降りっぱなしでしたね。なんでね、撥水がね、もう取れちゃってるっていうかね、取れてるっていうか、もう染み込んじゃってますけどね。で、昨晩はね、ずっと朝まで今この状態で開けっぱなしで、風は、ね、ちょうどこっちから来てます。そういうこともあって、結露はね、だいたいこのぐらい雨とかね、この湿気具合だと、ね、雫のように、結露するんですけども、全くね、そういうのがなくて、こういう感じですね。わかります?これ。ちょっと湿ってる感じ。これ優秀ですよね、ほら。で、風が吹くと、パタパタね、落っこってくる感じなんですけど、全くね、そんな感じがなかったですね。アドベンチレーターは本当に有効っていうかね、風がちょうど向こうから入って、で上にこの上部のベンチレーターに抜けていくっていう風の、ね、循環があるんで、かなりね結露のね軽減にはなってるのかなっていうふうには感じました。